どうもお世話になっております。ピーチスと申します。本日実況させていただくのは、2013年のゲームキッズ、謎と旅する女というブログサイトですかね。こちらね、最初の方だけ読ませていただいたんですけれども、一見普通のブログなんですよね。しかしながら視聴者の方によると、めちゃめちゃ怖いブログということで、今回ね、皆様と一緒に見ていけたらなと思います。で、まあ読んでいきたいんですけれども、その前にね、右のよくあるブログによくあるサイドバーっていうんですかね、そちらから見ていきたいと思います。この女性が書いてるんですかね、旅行大好き。この女性はなんていう女性なんでしょうか。名前はわかりません。で、リセント、これは最新記事ですか。最新記事、最後の国、今回は国内です。料理がとっても美味しい国です。なるほど、世界を旅する女ということで、世界を旅してるのかな。ですが、これらの最新記事にアクセスすることはできませんね。クリックしても何も起こりません。下にはカレンダーがあって、2012年10月の段階で止まってますね。特に左右移動できないようです。カレンダー自体はいじくれないみたいですね。アーカイブがあって、最後に2012年9月に1記事書いた状態で終わってますね。現在、2018年5月の22日でございますが、それまで少なくとも1記事も書かれていないということですね。で、その下にリンクがあって、Google、Yahoo Japan、特にリンクが普通だが、最前線。最前線だけリンクつまらってる、大丈夫？見ちゃいけないところ見ちゃった、もしかして。まあ、実況あるあるですよ。見ちゃいけないところを見ちゃうっていうのは。RSS、Atom は特に何も反応しませんね。特にこのサイドバーで反応するのは最前線のこのリンクだけですね。じゃあ、見ていきましょうか。X 月 X 日。なぞなぞ始めました。あ、なるほど。この X 月 X 日という日にちは特に伏せられているようですね。まあ読んでいきましょう。旅行が大好きなので自分の記録用にと思ってブログを書いてみることにしたんです。でも初めて見てびっくり。見に来てくれる人結構いるんですね。私なんか勝手な独り言に付き合ってもらうのなんか悪い気がして。それでちょっとでも楽しんでもらえたらなと思ってなぞなぞ形式にしてみることにしました。最初の問題です。写真を見てください。あ、なるほどね。ブログの内容を、なんか、こう、閲覧者の方に、なぞなぞとして出して、なるほど、楽しませてくれるというわけですね。エンターテイメント、なるほど。この写真ですか？この女性ですね。この女性。この旅行大好きの女性が真ん中に写っておる写真があります。では、なぞなぞです。この場所はどこでしょう？わかるか、そんなの。これでわかったらすごいわ。あ、ヒント出しますね。ヒントですよ。大事です、ヒント。イカが邪魔して上陸しにくい島でした。さてどこだ？はい、ジャマイカですよ。はい。てん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 。わかりましたか？答えはイカが邪魔でジャマイカです。簡単でしたね。ということで。まあ、簡単な問題出すなよ。簡単な問題出すなよ。バカにされたみたいじゃんか、簡単。ドヤ顔でジャマイカって言ったら簡単でしたねって言ったらバカにされたと思われますよ、もう。はい、ジャマイカですよ。本当に。ちなみに、ここは綺麗なビーチホテルでした。あ、なるほど、いいですね。南国。ビーチが途中からヌーディストビーチになっていて間違えて入っちゃってドキドキでした。なるほどね。私ね、今までかつてヌーディストビーチ行ったことないですけど、私ね、裸になる趣味はないんで。次の記事に行きましょう。X 月 X 日、ヨーロッパのどこかです。今日もなぞなぞに挑戦してみてください。私のいる場所を当ててね。うわ、なるほど。この写真ですね。フランクフルトって言うとドイツじゃないですか？写真一枚じゃわかるわけないですよね。なぞなぞ、ヒント出しますね。この国ではみんなから誰なんだお前はと聞かれました。どーこだ？もう革新的にドイツですね。革新。もう、ドイツ。ドイツだお前は。ということで、ドイツですね。てれてれてれ、答えは、どこのドイツだ？ドイツです。くだらないですね。ごめんなさい。だからさ、ロマンチック街道というルートをドライブしたんです。へえ、そんな街道があるんですね。すごく古いお城とか庭園とか綺麗だった。
ワイナリーも訪問しました。確かにドイツといえばワインも有名ですからね。美味しくてついつい飲みすぎちゃいました。反省反省。なるほど、私ねお酒はそんなに飲めないので、飲みすぎるというかちょっとでも飲んだらね、飲みすぎ判定下りますね多分。さあ次の記事に行きましょう。 X 月 X 日、料理がとっても美味しい国です。それはわからない、どこも美味しいんじゃないの。私のいる場所を当ててね。あ、カレッピーと一緒じゃん。カレッピー、顔が隠されてるけど、はい、カッパドキアじゃない、これトルコのカッパドキア。はい、ヒントはね、この国では子供がさらわれちゃうかも、謎謎ですからね、本当はそんなに怖い国じゃありませんよ。なるほど、トルコじゃん、すげえ当たってんじゃん、答えは子供取られちゃう、トルコです。ごめんなさい、写真はカッパドキアの遺跡の前です。そうですね、まあカッパドキアはわかりますよね。まあまあなんとか遺産でしたっけ。さあ次ですね、というか料理がうまい、トルコ料理っていうとケバブとかですかねじゃあ次の記事に行きましょうか。 X 月 X 日、今回は国内です。私のいる場所を当ててね。国内、日光かなこれ。ちょっと怖いじゃん、ゾクッとした今、写真怖いな、こういう感じ。ヒント、いまいちの人でももうちょっと頑張れば行ける観光地です。いまいち、そういまいちは日光に近いですよ。下いまいち上いまいちってあって日光が近い、日光ですね。てん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 、答えはいまいちの隣の日光です。崖の上、立ち入り禁止の場所に入り込んで撮ったの。ダメですよそんなことしちゃ、危ないな。おい、大きな滝が落ちていて飛び降り自殺の名所になっているのよ。このブログは私が自分のために作っているっていうのは嘘でした。え？なんか記録用に作ってるとか言ってませんでした？記録用に。え？ほら、自分の記録用にと思ってブログ書いてみることにしたって言ってましたよね。え？じゃあ誰のために書いていたんでしょうか？はい。見に来てくれる人のためっていうのも嘘。え？私のためではない、私のためではないということですのか。このページはあなた一人しか読めないようになっていたのよ。マジで？いやそれは嘘でしょ私は視聴者の方にね勧められたんで、そこは設定だと思います。気づかなかった？私はあなたが読んでくれたこと知っていたわ。あなたにはとても感謝しているわ。いろんなところに連れて行ってくれた。え？どういうこと？気づいてたでしょ？今までの写真、みんなあなたと一緒に行った場所なのよ。私にとっては全てが大切な思い出なの。けれどあなたはひどい人だった。そんな思い出の全てを台無しにした。私のことをまるでゴミ見て、待って！濡れ衣だぜ！今まで、こんな色、彼女をね、いろんなところに連れて行ったことないよ。ね？そんな、こんなことしたことない。うわちょっと待って、最後の国じゃん。これがおそらく2012年9月の何日かに書かれた最後のリセント記事なわけね。怖え、自殺の名所とかちょっと匂わせてるしね。最後の国行きましょう。ん？最後の謎謎です。あなた絶対に当ててちょうだいね。なんでここだけ煽ってくの、なんかクイズ番組みたいに。ではこの750万には戻れません。すっげえ手汗すげえな。絶対にね、地図に載ってない国ってどこの国だ。これ正解したくないな。アトランティス名古屋から行けるんじゃないですか、アトランティスって。てん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 って書いてあんじゃん、ここ。答えはね、天国。私、あの滝飛び降りた。ここで死んじゃったの？ここで。うわーって。まずいよ、それ。飛び降りたの？ん？でも、ブログ書いてるわけですよね。本当に死のうと思ったの。けどね、あそこって、これまでも同じことがする人が、とても多かったせいで、いろいろ作ってあって、あ、だんだん文章乱れてきてるよ。下まで落ちないように鉄の網とか棒とか突き出してて、そのせいで私すっごく痛かった。すっきり落ちてすんなりしてくれればいいのに。
おい、岩とか体打ちながら落ちて落ちて落ちていって、けれどおせっかいな棒とか網に引っかかってボキボキ骨折れて、ざっくり皮膚切れて、いや痛々しい、痛々しいでございますよそれは。そして止まった。そしてそこで2日か3日ほったらかしにされてた。あーなるほど、なんか苦しい感じでほっとかれてたってことですね。私はボロボロになって崖の途中で生きてた。教えてあげるわ、私は死んでない、生き延びた、私は生き延びた。頭が壊れていて目が一個潰れて、それと鼻と口が引き裂けて、一死になって、何これ、引き裂けて一死になって、ちょっと待って、すいません、ちょっとわかんないですわかんないな。そして頭が悪くなってしまったけど、足も折れてちゃんと歩けなくなって、腕も背骨も折れてしまったけれど、顔は半分ぐちゃぐちゃになって、お医者さんが一生懸命と継ぎはぎしてくれれたけど、やっぱり変な顔になっちゃったけど、でも私はまだあなたのことがガガガガガ好きなの。お、マジでうまいなこれ、作り物だとし、作り物なんでしょうけど、文章うまいなこれ。あなたがこのブログ見てくれるるるると思って、今はどこにいると思う？ねえ、私はあなたがガガガガガガガ忘れられなくて、あなたと一緒に行っていろ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 な場所の思い出が捨てられなくて、アナですか？ Let it go! Let it go! 待って、文章流れてる。だからずっとずっとあなたに見つけてもらいたくてブログ書いてたね。お願い、私を探して、なに、うわ、さては探さないのね。え？上って書いてあんじゃん、これ。え？押していいの、これ。リンクになってる。え？自分で上に行く？自分で上に行く分には問題ないの？特に問題ないよね？うわ、何、勝手に、わあ！黒い、ここ行った！もういいって、やめて、下に行きたい、下に行きたい、気持ち悪い。終わった。もういいって。すっげえ汗かいた。怖い、これ。怖すぎるでしょ。え、何これ、お知らせ？この謎と旅する女は断片に過ぎなかった。親切、謎と旅する女の収録の文庫版じゃあこのブログと一緒に楽しむといいってわけですね、この文庫。なるほどね。今瞬きしたよね、こいつって言っちゃったけど、こいつ、うわ。じゃあちょっと文章自体は変わってないんですけれども、一つ一つ見ていきましょうかね、せっかくなんで。うわ、まあ笑っていらっしゃるんでいいんじゃないか。楽しそう。ジャマイカで楽しそうでしたね。はい。ヨーロッパでね。こう、ね、フランクフルトですかね、これ。フランクフル、ね、手の形をした、ね、ソーセージ食べたわけですよ。ドイツでね。はい。まあね、こう、ロマンチック街道をドライブなさったということですね。古城が楽しかったん。これも怖いな、おい。ちょっとカッパドキア感ないですけど、めちゃめちゃアップじゃん。これおそらく左にいたの私だったんでしょうね、設定では。なるほどね。カッパドキア私行ったことないですけど、行ってたんですね。はい。わ、怖いな、これ、本当に。ね、トルコのね。はい、国内ということ。うわ。もう滝からね、血が流れてる。私日光は行ったことありますよ。日光は行ったことある。でね、まあこの何の滝でしたっけ。私ね、そこは行ったことないです。すいません。
なるほど、最後の国で写真はないですよと。で、もう一回押すとなんかあるの？あ、もう一回押すといけんだ。もう一回押すと出ちゃうんだ。あーあああ、待って、これ何度も楽しめるんだね。そういうなぞなぞを出してくれる上にこうびっくり要素もこうさんボンっていう感じでね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。